こんにちは、ウェルです。今回は初心者シリーズ第3弾ということで、手元から相手側にカードが飛び移る、この飛び移るの現象を基礎技法だけを使って説明していきます。まず実演がスタートしたら4枚のカードを見せます。今回は見た目が綺麗なので、9と10で統一した黒のカードを使っています。何でも大丈夫です。次にデックの一番上からダブルリフトを行ってカードを見せます。やり方については過去に初心者の動画で説明したので、そちらを見た方が分かりやすいと思います。 2枚をめくってこのようにカードを見せたら、今回はハートのキングですが、こちらのカードを使いますと言って、裏に倒して横にずらしておきます。この時は違うカードに入れ替わっています。どちらか一方のペアを取り上げて、そのカードの真ん中にダミーのカードを入れておきます。で、この3枚はデックのちょうど真ん中ぐらいがいいと思います。この真ん中に差し込んでおきます。次にこちらのカードを取り上げる際に、デックの一番上のカードの下にブレークを取ります。小指で。 隙間を取る動作のことを言いますがやり方としては中指小指薬指この3本の指をサイドにつけた状態で親指で横にずらそうとしてみてくださいそうすると中指が邪魔をして少しカードがスイングするのが分かると思いますでその状態でカードを戻すと最終的に小指の上にカードのコーナーが乗ってるのが分かると思いますで今の動作をカードを取り上げるこの最中に行いますこんな感じ そして2枚のカードを上に乗せたら小指よりも上のカード全てのカードを右手で取り上げます次に左手を使って親指で上のカードをスライドします残ったこちらの2枚のカードを上に乗せれば自動的に挟んだ状態が作れますでこれがずれないように気をつけながら揃えて3枚を前に置きます こちらにはまだ選んだハートのキングがあると観客は思っていますがここからこのカードを消す流れに移しますこの表向きのカードを使って裏向きのカードをこんな感じにカバーしてあげます隠すような感じにしてあげて隠したら下の方ではこちらのダミーのカード今回はスペードのエースこのスペードのエースの下の中指と薬指を使ってこのカードを横にグッと押します 押したら今度は右手が届くので右手をさらにこんな感じ引いてあげますそうするとダミーのカードは完全に分離された状態なのであとはこれを一番下にそのまんまこんな感じ付け加えてあげればうまく行いますでこのように閉じたらあとは。 弾くこれだけで広げると間から消えてる。ということは間を見るとこちらのハートのキングが飛び移っています。では最後に流れでもう一度やってみたいと思います。4枚のカードを見せます。ダブルリフトを行います。ジョーカーですね。そしたらどちらか一方に入れます。で、3枚を中に入れたら取り上げる最中にブレークを取って重ねる。 3枚持ち上げて上のカードを取って重ねる前に置いたら次は軽ですね見せてカバーして下でスライドして取り上げるであとは弾くと消えます手元の方にカードを飛び移るこれだけの現象ですはいいかがだったでしょうか先ほども言いましたが軽やダブルリフトは過去に説明したのでそちらを見てもらうともっと詳しく分かると思いますそれでは